どうもこんにちは、今回はですねホットサンドメーカー、こちらをね購入しましたのでご紹介したいなと思います。 Amazon の中でですねかなり僕なりに吟味して選びました。はい、箱の中に入っていたものがこちらです。まず本体と取扱説明書、そしてなんだろうこれ LINE クーポン、こちらがとりあえず入ってました。まあ、注意事項としてなんですけれども、使用可能熱源はガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、ラジエントヒーターとなっています。まあ、一番大切な注意事項としては弱火から中火で調理をしないといけないということじゃないでしょうか。今回ねこれを選んだ理由なんですが、まずはね日本製であるっていうこと、まあ、特にね日本製にこだわりはないんですが、せっかくね日本製のものがあったんで日本製を使ってみようということで選びました。それとも絶対条件なんですが、ここにねストッパーがついてること、ストッパーがついてることっていうのは、今回ね選ぶにあたっての絶対条件でした。そして次にねここがね着脱できるっていうこと、着脱できるっていうのも選ぶポイントの一つでした。で次にですねここに段差があるので、ここの部分はですね、食パンの耳の部分、これを挟んでですねカリカリに焼くことができるとありましたので、まあ、できればカリカリがいいなということと、なるべくですね、パン2枚を圧着してくれる、そういったものがいいなと思ってましたので、それも選ぶポイントでした。で最後のポイントなんですけれども、フライパンになるっていうこと、まあ、多分ねソーセージぐらいだったら焼けると思いますし、目玉焼きも多分いけるかな。なのでホットサンドを作らないときに他にも使い道があるものということで、今回はねこれを選んでいます。まあ、こちらもちょっとね凹凸はあるんですけれども、まあ、フライパンとして使えないことはないと思いますので、ホットサンドメーカーとしても使えるし2枚のフライパンとしても使えるということで、こちらを選んでます。ホットサンドメーカーを使った料理というとですねこういった料理を思い浮かべる方が多いと思いますが、あえて違う料理も作ってみました。キャンプに行くとですね無性に食べたくなる餃子なんですけれども、ホットサンドメーカーで焼くことができます。段差があるのですごくプレスするような感じになってしまったりとか、うまくね焼けなかったりするのかなと思ったんですけれども、問題なく焼くことができました。餃子の王将なんかではですね両面焼きっていうのがありますけれども、ホットサンドメーカーであれば両面焼きもすることができると思います。あとこれのいいところとしてはですね、ホットサンドメーカーを裏返してしまえば焼き加減もですねしっかり確認することができるので、失敗なく焼くことができるんじゃないかなと思います。そしてね次に挑戦したのがお好み焼き、関西風のお好み焼きなんですけれども、材料はですね、小麦粉、水、キャベツ、ネギ、紅生姜、天かす、ちくわ、ちくわを入れるとですね旨味がかなりアップしますのでおすすめです。お好み焼きをねひっくり返すのが苦手っていう人って結構いるんですけれども、これもねホットサンドメーカーを裏返すだけでできるので、かなり簡単に失敗なく焼くことができました。蓋をして密封できるので蒸し焼きみたいな感じにもなって、こういった料理をするときにもすごく役立ちそうな気がしてます。このホットサンドメーカーはですね、手入れも簡単だったので、この後ですねホットサンドメーカーが冷めた頃にしっかり洗い流せば汚れもしっかり取れました。個人的にですねお好み焼きっていうのは鉄板の上で食べるのが好きなんですけれども、ホットサンドメーカーの中に入ったまま食べることができるので、かなりね熱々のままお好み焼きを楽しむことができました。これはねおすすめだなと思います。
次にですね、串に刺さない焼き鳥を焼いてみました。まあ、単純にですね、鶏のもも肉を適当に切ったやつ、切ったやつとネギを一緒に挟んで焼くだけです。なかなかね、焼き鳥食べたいとキャンプで思ってもですね、串がないとか仕込むのがめんどくさいとかですね、そういったことになりがちなので、こういった感じでですね、挟んで焼くだけっていうのはとてもありがたいなと思います。今回はですね、いろり山賊の山タレ、これを使いました。このね、山タレがね、ほんと美味しいんですよ。そしてですね、肝心のホットサンドなんですけれども、6枚切りの食パンを使ってます。ハムとチーズを挟んでハムチーズサンド、そういったものも作れるんですけれども、今回はですね、ピザソースとベーコンとチーズ、こちらでピザトーストみたいなものを作ってみました。パンを挟み込むときにですね、どうしてもずれてしまうので、若干ね、最初から奥側にパンをずらしておくとちょっとやりやすいのかなと思います。いい感じに焦げ目もついて、ピザトーストの完成です。今回はですね、こんな感じで料理を作ってみましたけれども、今までやってみた料理、例えばですね、アスパラのバター焼き、あとはね、ステーキもですね、蓋ができますのでいい感じに蒸せるんじゃないかなと思います。それとね、カマンベールチーズのベーコン包み、オーソドックスなところでベーコンエッグ、豚肉のカレー粉炒め、ラムチョップ、こういったですね、今までスキレットでやっていたいろんな料理がですね、ホットサンドメーカーでも楽しめそうなので、今からですね、どんな料理をしようかなと楽しみにしているところです。ということでですね、今回はホットサンドメーカー、こちらをご紹介してみましたけれども、ホットサンドメーカーっていうとですね、どうしてもパンを挟んで焼くしかできないというふうに思いがちなんですけれども、フライパン代わりとしても使うことができますので、結構ね、一つあると重宝するんじゃないかなと思います。いろんなホットサンドメーカーが売られてますので、ぜひね、気になった方は調べてみてはいかがでしょうか。それでは